そして第5戦、落合監督が先発を任せたのは山井。故障で長い二軍生活を過ごした男が大一番で力を発揮します。8回まで一人のランナーも出さないピッチング。シリーズ史上初の完全試合になるか、期待は最高潮に達しました。ところが9回、落合監督がピッチャー交代を告げます。ピッチャー山井に代わりまして2番手。完全試合目前でまさかの降板。しかし山井に未練はありませんでした。勝ちにこだわったっていうか、日本一になりたいという気持ちしかなかったです。守護神岩瀬が3人で締めくくり、パーフェクトリレーで日本一を決めました。中日ドラゴンズ53年ぶり2回目の日本一達成。大舞台で最高のプレーを見せた選手たち。監督就任から4年、チームはたくましく成長しました。まあ、よくぞここまで耐えて精神的にも強くなったなっていうのが実感とした今の感想です。阪神との戦いの中でチームがガラッと変わった。でも落合監督は何もおっしゃられなかったっていうことを聞いたんですけども、一言も言ってません。言っちゃまずいと思った。まして、まあうちのチームの特徴っていうのは、他の人がね、例えばコーチだとか OB だとか何か言ってもね、そんなに反応はしない、監督の一言に敏感に反応するチームだから。だからこっちは言葉を選んで喋らなきゃいけない。それはいつぐらいから感じられたんですか？いや、これはもう入った時から。まああとね、山井がそうやってシリーズで8回終わったところで、まあいろいろ賛否両論というかいろいろも言われても言いたくないだろうけども、 100% 岩瀬ですよ。何があったって岩瀬行くよ俺は、そうやって4年間このチームを作り上げてきたんだ、それは温情とかね、そういうあれじゃなくて、うちの最高の勝ちパターンは、あの状況で病に行けって言ったらおそらく打たれてるだろうと思うし、潰れてなくても、あのプレッシャーに耐えられる子ではないだろうと、やっぱ豆とか肩とかいろいろあったわけですよ。まあでもね、普通で考えて俺とオチの関係でそういうふうに考えると、当然変えるだろうなと、絶対変えるだろうなと思った。これはもう何でもなくても変えてると、当然やと思う。5対0だったら分からん、まあ、5点数とかね、あとはもうシーズン中にもしそういうケースがあったら、シーズン中どうでもないケース、普通に今日は負けても勝ってもいいよっていうようなケースだったら山井行くでしょ。行くね、だからその辺がね、もうすごく合ってるなと思って、まあ他の人はいろんなこと言ってたけどね、当然変えるだろう。そこの前へ行くまでのプロセス見てるとね、阪神クライマックスシリーズでも1回3分の1、2って岩瀬がずっと言ってるわけ。イニングまた来ましたしね。そう、そういうことを考えると当然交代なんだよね。だから監督の時でもそう、もう帰る、当然帰る、その時電話して聞いてるのどうしようってその日で終わらしたいんだもん。そうだね、北海道行きたくないんだもん。だから逆に岩瀬がまあ、ちょっと大げさかもしれないですけど、チームを、まあ、救ったというか完結させたっていう意味では、僕すごいクローザー抑えだなっていうのは思いましたけどね。だからそこをなんでクローズアップしないのかな、なんであそこを変えることがクローズアップされてね、あの状況を抑えた岩瀬になんでスポットライトを浴びないのかなと。俺それが気に入らないと気分悪いっていうか、まあ、野球ってことを考えてないんだよな。だからもうその岩瀬にちゃんともさ監督が信頼してますよと。もうとにかく全てにおいての安心感って言ったら、もうあそこは岩瀬しかなかったんですね。だからうちの戦い方っていうのは、8回までどうやって1点勝って終
終わらそうか、うんね、9回で1点勝って終わるんじゃない、8回までどうやってこのゲームを勝って9回に入っていこうかっていう野球だから、はい、俺おそらく上原でも藤川でも打たれたろうなと思う、うん、あの状況できちっと抑えてくるっていうのは、まあ今のプロ野球界の中では岩手だけだろうなと、まあ、それは分かんないよ、分かんないけどね、うん、現場のトップとしてやってこられた中でのなんかあやってよかったな楽しいなっていう部分ってどういうところなんですか。僕はちょっと経験がないんですけど、楽しいなっていうのないよ俺、うん、野球に対しては好きなことだからもう当たり前のように野球界にはいるという感じですか。なんでこんな苦労しわなきゃいけない、あの人のことで自分がこんだけ、しんどい思いしなきゃいけないのかなって逆に考えるよ。俺今年初めてだもん薬飲み始めたの、寝られなくて3年間なかったの、はい、今年俺とピッチングコーチ2人、いやそれが普通やと思うよ、え？それが普通やと思うよ。なんでこの3年やって4年目にしてみんなこんな選手の動き悪くなっちゃったの、どこが間違ったのかなっつって考え始めたらね、それで今年のキャンプからピッチャーが悪いっていうのはもうピッチングコーチも俺も知ってた、うん、でそれがあるもんだからピッチングコーチと俺と2人で初めて普通関係なく寝られる人間がさ眠剤飲みながら1シーズンやったっていう、へえと思いながら自分で不思議でしょうがないもん。でもそれがあのビールかけて全部解消されるっていう、あの一瞬で、あの一瞬で解消されるんだよな。お前1回だろ俺3回やったから、3回ね、すごい、それはすごいよ、ね、4年のうち3回だもん。じゃあその一瞬ビールかけ優勝、そう、その一瞬ですか、あの一瞬、それであれが終わったと同時に来年のことを考えてるもんな。4年間でリーグ優勝2回、そして日本一1回、落合監督はどのようにしてドラゴンズを最強チームに育て上げたのでしょうか。そこには現役時代から変わらぬ一貫した考えがあります。現役時代三冠王3回の大記録を達成、神主打法と呼ばれた独特のフォームは独学で研究を重ねて編み出しました。トレーニングにも独自の発想で取り組みました。そのバットは触られますか。切りません、触りません。当時野球界ではあまり例のないユニークな練習方法を次々と取り入れます。プロは自らの判断と責任で行動すべし、オレ流と呼ばれたスタイルを貫きました。これか。現役引退後に書き上げた一冊の本、指導者は選手をどう育てるべきかまとめたものです。この独自の理論によってドラゴンズのチーム改革は進められました。4年前監督となって最初の春のキャンプ、まず練習環境を見直しました。10人が同時に投げられる特大のブルペンを作ります。ここで練習の様子をひたすら見守りました。